はい、どうも、はい、どうも、今月からスタートします。はい、はい、お待ちかね、お待ちかね、はい、僕らの収支のなんと 1% 皆さんに Amazon ギフト券としてプレゼントします。イエーイ、はい、略して略してアマプロです。アマプロ、アマ略せてなかったですか。アマプレです、ね、大喜利企画です。毎回見てたね。はい、大喜利ですね、はい、つまり僕たちが200万稼げば、うん、2万円のアマゾンギフト券をプレゼントするんですよ、うん、はい、すごい企画でしょ、ね、美味しいよねこれね、はい、うんうん、さあ今月いくらだったか。200万だったら2万円プレゼントですからね皆さん。16万1750円です。うわ、しょぼい。恥ずかしい。恥ずかしい。やるの恥ずかしい。2人いてこれだからね、うん、皆さんね、はい、うん、頑張ったんだから、頑張ったからね。ということで、うん、割る100ですか、はい、うん、1617円ですので、はい、まあ、切り上げまして2000円ですね。ですね、2000円のアマゾンギフト券をプレゼントします。はい、はい、します。2000円でもね、いろんなもん買えますから、アマゾンでね、うん、ですね、うん、ね、石鹸とかもね、いくつか買えるから、はい、こういうやつね、はい、うん、これ一発撮りなんで、今から僕と西村がじゃんけんします。で、勝った人が、その人のお金で2000円プレゼントというふうになっております。あ、そういう仕組みだったんだね。あ、そうなんだ、1000円、1000円とかじゃない。いやいやいや、そんなつまんないんだよ。どっちかなんだ、はい、いいよ。1万円だったらそうです。まあ、期待値半々なんで、これは。まあな、まあな、まあな。あ、そうだそうだそうだ、飲んでる。オーケー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 じゃない。じゃんけん5回勝負しましょう。5回勝負、5回勝負、うん、お前なんかあれだろ、絶対俺勝てるみたいなじゃんけんだろ。はい、いや、1回だよ。1回、5回勝負。いや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 、何よそれ。5回勝負、5回な、左手で勝ったら1ってやってください。いいですね、勝ったら 1?、はい、勝ったらね、勝ったら言ってあげて、で5回勝ったらいいですよ。皆さんちょっと見てください、ちゃんとあの、はい、不正してないかどうかだけしたいよね、パンチしたいよね、俺にね。僕勝った方がってしたことね、負けた方がにしましょう。負けた方が2000プレゼントで。ああ、そうだそうだ、負けた方が2000プレゼントで。勝っちゃうと、やばいやばい、危ない危ない、勝っちゃう。勝つやつじゃん、それ絶対。なんなのそれ、パンチとかしたいんじゃん。じゃんけんポン、あいこでしょう、あいこでしょう、勝った、ね、じゃんけんポン、勝った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 。あら、なんなのこれ、勝ったけど。ちょっとカリメンタリストエルさん、本読んだんですよ僕。5回勝負で 90% 以上勝つっていう。何がしたの、仕掛けた方が勝つみたいな話なの。違う違う、相手が出したのに負ける手を出せば9割勝てるって。あ、そういうこと。でサブリミナル的にちょっと負ける手をさらに考えて出すと相手の資格にも訴えられるっていうのがあるんですけど、もうそれはちょっとそこまでは気はしなかったんですけど、はいはい、相手の手の負ける手を出すっていうのをやってたんですけど、はいはい、ちょっとおかしいですよこれ。もう勝ったんですけどね。ちょっと俺サイコパス寄りだからさ、間違って言うと。ちょっとこの本に書いてあったんですけど、イケメンを持てない。カリメンタリスト、あ、この本じゃないか。ということで、じゃあカラコちゃんが2000円の方ですね。僕から2000円のプレゼントということで、はい、はい、サイン付きで送りますね、ちゃんとね。サイン付きで送れるんですか。そういう郵送とかじゃないでしょ、はい、コンビニで買ってじゃないでしょ。まあまあ、アマゾンに直接行けるけど、わざわざコンビニにアマゾンカード買いに行って、わざわざサインしてそれを送る。そんな今令和ですよ、今令和の時世、ご時世にそんなことしません。違う、ね、日直島田さんも見てごらんなさいよ。ちゃんとね、一人一人にメッセージ書いて、サイン書いて、うん、日直島田さんのシールつけて、うん、もう皆さんに送ってるんですからね、うん、あの人は、ね、僕はそんな時間効率悪いことしてません。しかもあれは、あの他の人が書いてます、ね。自分で書いてねと。自分でです。敵に回したな、日直島田さんを、うん。というわけでね、お送りいたしますね。はい。ね、
じゃあ今月のプレーを発表しましょう。はい。うん。てかこんなダラダラ話大丈夫か、見てくれてますか、見てたら。俺ブチブチカットするから。YouTube で、ね、1.5 倍速2倍速とかできるの知ってます皆さん。え、何視聴？視聴。あ、そうなの。え、知らないですか。テーマ、テーマは、うん、今月はファン感謝祭やりましたね、皆さん。ありましたね。はい、ね、テレビはね、当たるとこですね、うん、はい。ファン感謝祭のくじ引きを引いたら1位が当たった。これいらねえよ。どんな商品？いいね、いいね、いいお題だと思う。いいよ。そんな商品。どうすか？僕？違った？ごめんごめん。やろうとしてたんで今。いいね。どうぞ。例えばね。例えばね。うん、パーティーメガネ。クソつまんない。クソつまんない。OK です、まあ、ハードル下がったんで今ので、はいはいはい、全然こんなレベルで応募してもらって大丈夫です。うん、あのカルコンボットすごいからね、今喋りながら多分考えてたはずだからね。というわけでね、はい、ファン感謝年の一等賞、うん、こんな商品は嫌だ、どうぞ。うん、サムになれるグッズ。いらないな。同じレベルだった。いらない。まあでもそれ面白かった。面白かった、俺的には。はい、はい、というわけで皆さんのご応募お待ちしております。はい、あ、期限、期限はこの動画配信が始まって、うん、時間から24時間以内以内、うんうん、でそこで締めます。その後に YouTube のコメントしてくれたり Twitter で書いてくれたとしても無効です。はい、はい、うん、Twitter か YouTube のコメントどっちか、どっちか、どっちか、はい、ただ僕らとしては YouTube に書いてくれた方が嬉しいです。じゃあ YouTube にしよう。じゃあYouTube のコメント欄に、 YouTube のコメント欄に、うんうん、でオンリーにしたらいいじゃん。そうそうそう、だからめんどくさくない、どっち、どっちやったらいいのみたいな。確かに確かに確かに、はい、一本化しておこう、はい、YouTube の誰もいい、書かないのはやめてくれ、本当に。誰も書かないのはやめてくれ、マジで。それはな、うん、ちょっと書いてください、頼みます。はい、一人だけだったらね、その人にも確実にあげることになるけど、ちょっと寂しい感じになっちゃう。はい、なるべくね、はいはい、よろしくお願いいたします。お願いします。チャンスですからね。はい、はい、うん、お待ちしております。おい、バイバイ。チャンネル登録してね。